どうもゆうすけです。今日はですね、北海道帯広そして十勝に来ております。皆さんご覧ください。眼前にはですね、広大な十勝平野が広がっております。まさにもう絶景絶景って感じですよね。まだこう雪も残っていてね、素晴らしい景色が広がっております。はい、また帯広というとですね、豚丼の発祥地だそうですね。私知りませんでした。で、昨日ですね、早速、豚丼市内に食べに行ってきました。タレがかかっていてですね、お肉もとてもジューシーで柔らかくて美味しかったです。丼にですね、自分でタレを継ぎ足すこともできて、とても、珍しい経験を、することができました。この後はですね、温泉にも行ってきたいと思います。はい、ご飯も美味しくて自然も楽しめる、北海道帯広そして十勝、皆さんもぜひお越しになってみてはいかがでしょうか。じゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバイ。